ありがとう。ありがとうございます。どうしたんですか。なんすか。ありがとうございます。一日はフルバンドで、でもう一日はあの DJ のセットで、フルバンドの方は。音作りサウンド作りもすごい時間がかかるし、しかもカウントダウン形式っていうのでやったから、普段自分がライブでやってるように文脈ストーリー一切作れないんだよね、順番にやっていくから。それはそれで違った楽しみがあるけど、スタンプとかダボーイウェイとかさ、タイのねと韓国のレディとかさ、あのアジアのみんなとやったじゃない。それとかは2020年ものすごい大きなピースをねやってくるとね思うんだけど、スクワッドとアジア勢とのコラボ、この2つはものすごく大事なピースとなって今後こう響いてくるだろうなというのをすごい痛感できた大事なあの誕生日でしたね。はい、お願いします。素晴らしい、yeah. Don't worry baby be happy。 ありがとうございました。スタンプに大きな拍手を。うわなんだこれは。Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear my heartもう自分がねどうしても許せないわけ。一回ねステージに立てる限りはもう面白いものを作らないとその時死んでしまうので思い、あのっていうか、まあ、単純にやりたいのよ。でやりたいようにやって一回やりたいように一緒に楽しんでくれる内側がいて、それをこう受け取ってくれたみんなのあのいい顔があったので、11日と12日最高だったなと、あのまあ胸を張ってね言えるのが、まあ、最後のあのハッピーバースデーみたいなシーンだったりすると思うんだけど、来年もすごく頑張ります。ドキドキの良い誕生日、ありがとうございます。気をつけて。お疲れ様です。ありがとう。
これと、嘘でしょ、こんなことある。こんなことある。いただきました、誕生日プレゼント。トゥースピットさんがスカイハイ様へっていう名前入りのお酒をさくれたわけ。ありがたいの、ありがとうございます。もうこの名前入りのお酒なんてね、こんなんもらえないですよって箱開けてパカッて開けたら、某ジュエリーブランドのティアラしてんのよ、お酒が。もう何言ってんだろうなこいつって思うかもしれないけど、エロいお酒を最後もらって、それをあのライブ終わった後みんなで飲んだっていうのがいい締めくくりだったんじゃないかなと思います。またよろしくお願いします。スカイハイでした。